どうも、雨上がり決勝の宮迫です。今日はですね、私、あまりワイドショーとかは正直好きではないんですけども、今、日本と考えて、いろんな問題がたくさんあるという中で、私、賢くはないですけども、自分なりに思うことであったりとかいうのを喋ってみたいなというので、ちょっとそういう話をする上で、まあ、僕とね、年代が違う堤であったり、錦戸君であったりもちょっと一回喋ろう。こっち来い。はい。じゃあいろんなもう本当は10代の人もね交えてできたらいいんですけど、あ、錦戸君こっち来て、色的にね。色的に。お前向こう行け。色的に。いいんですか。わかりました。イケメンがおった方がいいんですよ。そんな。それはそうやな。恐縮です。まあまあそれはそうやで、色的に。今日、背中見せて。あ、いいんですか、うん、いいね、おい、かっこいいっすか。この T シャツ、はい、はどうしたんですか、これ。いい、普段僕は持ってない生地の。もう本当だ、いい、めちゃめちゃいい生地だ。いつもヨレヨレの服着てるじゃないですか。はい、いや、あまりに T シャツとか汚すぎたから。もう俺がよう行く服屋さんに読んで、こうたったやん。ええー、買ってくれました。え、僕が持ってる T シャツ史上一番高価でいいやつです。せやで、僕は。え、お前はもうお前でやれ。ただ今もうこうやって YouTube 撮らせてもらってるけど、今例えばテレビ業界はお客さんを入れれないとかさ、はい、もう例えばライブとかもう自粛してくださいとか、それってすごい問題やんか。はい、そうですね。多分世間的に言うとそんな問題ではないかもしれないけど、はい、例えば小劇場でやってる、はい、劇団の人たちとかあって、はい、その1回の公演が生きる術なわけやから、本当にそうです。それを自粛してくださいって言われてもさ、大変なことやねん、それって。うん、もう基本赤字覚悟でやってる人たちやから、うん、でキャンセル、その劇場のキャンセルって、はい、結構前からキャンセル料って発生して、ほぼ 100% を2月ぐらい前からキャンセルって発生しちゃうやん。そうそう、本当にそうです。役者やってますね。そう、だからただの借金だけが残って終わってしまう人たちって今山ほどいてるから、夢半ばでそれこそもうその借金だけで首回らへんって、はい、もう役者を目指す云々の手前で終わらされてる人たちが出始めてるから、まあ、そこってすごく伝わりにくいことなんだけど、それはまあ中小企業もそうだろうし、うん、もちろんその大企業もとんでもない大打撃を受けている現状でしょ。でもすごくそれがさ、そのオリンピック1年延期、はい、決まりました。決まりましたね、はい、それを延期にした方がええわと思う人もたくさんいらっしゃると思うけど、延期にすることによってそこで大打撃を食らってる人ってむちゃくちゃいるっていう現状がね、はい、それはもうオリンピックを当てにしてやり始めた事業の場所もあるだろうし、はい、今すごい水面下、多分公にはなってないけど、うん、俺の知り合いでも何人か本当にもうその職業辞めるっていう人もたくさん出てきてるのよね。そこまで行っちゃうんですね、やっぱり。行く行く、そりゃそうやん。オリンピック、日本で開催する東京オリンピックっていうもののでかさっていうのがさ、はい、国の損失としては多分今テレビニュースでやってる日じゃないのよね。うん、それで本当に首をくくろうかって思ってる人も多分たくさんいると、それぐらいの打撃を食らってるわけ。かといってさ、昨日スミと二人で収録終わった後に飯行こうっつって、はい、普通の串で食べれるような焼き鳥屋みたいな、もうちょっとどう言いたいの、みんな
すごい狭い空間で。そうですね。隣ってくっついて座るような。はい、はい。すごい美味しそうやし、ものすごい食いたかってパッと見たら、あの、ガラス窓やってからパッと店員さん来て、あ、席開けますよ。はいはい。もう、この状態で来るわけです。ね。ああ、なるほど。それで、桜のシーズンでもあるから、言うても外国人の人もいらっしゃるし、そこでさ、すいません、また今度にしますって、断ってる俺、経済回してないやんって、いう気持ちもあんねんけど、もう、あの密閉空間で、隣り合わせで食うって、もし、万が一、コロナにかかってる人がいたとしたら、ほぼ 100% 移ってしまうんじゃないだろうかっていう、そうですね。その思いになってしまって、二の足を踏んでしまったんだけど、でも、それじゃ経済回してないなって、その断った後にちょっと後悔とかしてたやん。してましたね。いや、行くべきなんか、いや、でもな、とか。その葛藤はすごいあるわけ。うん。で、それ、多分いろいろあると思うねん。例えば、ね、今ヨーロッパが今コロナ蔓延してますと、すごく流行っていますと、はい、でも観光客はいますと、そうなった時にさ、みんなもそうやと思うけど、向こうの人ってマスクしてない人、まあ、習慣としてマスクをするという概念がもともとヨーロッパでないから、はいはい、観光客でマスクをしてない集団が来た時に、わって、やっぱちょっと引いてしまうのは、これは差別ではない、はいね、でもどっかでもしかして持ってきてるのかもしれないっていう感覚になってしまうのは仕方がないんだけど、はい、これすごい難しい問題よね。僕のこの関わってる人の中ではやっぱ宮迫さんすごい気にしてるレベルが高い、その予防しようっていうレベルがめちゃめちゃ高い人だと思います。だってさ、手洗いうがいをしましょうって言ってるのに、はい、ね、お前いくつや今33でしょ、はい、毎回俺が言わんとせえへんやん。え、しないの？ええ、いや、今日も仕事ね、別の仕事をやってここに帰ってきた時に俺がわざわざ手出せってシュッシュしてくださいました。してくださいいや、本来自分でね、洗面所行って手洗いうがいをするべきやんか。ほんで昨日ね、マスク絶対しろと。それは自分の保護じゃなくて、人にうつさないっていうことの方がでかいんで。はい。マスクってね。それを昨日、布の洗えるマスクを、もらったんです言ってやってるのに今日してないどういうことやねん。昨日帰ったすぐ洗って乾かしとけよ。じゃあなんでしてないの。ほんで俺首から下げる次亜塩素酸かなんか、それが効くか効かないか知らんで、分からんけど気休めかもしらんけど、俺それあげてん30日間有効やいうの。それも昨日やってたのに今日してないよ。どういうことなのって話やで。今の若い子って街歩いてもマスクしてない人の方が多いし、ね。そうですね。で、そこを言いたいんですよ。その若い人たちには、お父さんお母さんがいてるわけでしょ。あなたたちは、おそらく今のコロナのいろんな情報を聞いたら、うん、若い人たちって重症化はしないっていうのは、結構、そうなんでしょう、はい。そうなんだろうけど、だから気づかぬうちに人にうつしてしまって、出ることを気をつけましょうって今言われてるわけでしょ。でも考えてください。あなたのお父さんお母さんは重症化をする年齢ですから。それ俺息子にも言うたけど、息子今大学生ですけど、俺はその同じようにこれ首から下げるやつ、いやダサいかもしらんけどやれよっつって言うけど、そんなにしてる風には見えないし、マスクもちゃんとしろよって言ってるけど、俺と嫁は家の中でもマスクしてますよ。基本的にはね、うん。息子はしてない。はい。でも、それが今の若い人の感覚やと思うけど、息子には言うたよ。お前、しょっちゅう外出てて、人多いとこもどっか行ったって聞くし、
お前がもしコロナにかかって持って帰ってきたら、俺とお母さんは重症化するからな、うつった場合。特に俺も持病じゃないけど胃がんやってるのとかいろんなこともあるし、タバコも吸ってしまってるのもあるし、重症化すんねんぞ。それお前分かってるかって言った。まあ確かにと、うん。そこの感覚って多分今の若い世代にないねん、はい。あなたたちじゃないの。あなたたちが移ったものを持って帰って、うん、自分の大好きな家族、重症化する可能性のある人たちに移すかもしれないってことを考えてほしい、うん。それを考えないといけないと思う。実際問題今、若者もそうだし、その俺らの世代もそうやで、結局知らん間に移してしまうっていうことがね、それをものすごい徹底してしまうと本当に経済が回らなくなって日本自体が崩壊するのかもしれないから、そういう細かいところを国としてほんまにやらなあかんよね、うん、実際その分からんけど、徹底するんであればイベントもいいと、はい、例えば、うん、分からんで、まあ、本来は換気をするような舞台ではないにしても、うん、はい、ドアを全部開け、音漏れ問題、そんなこともちゃんと話し合い、うん、それでもやりたい、やるべきやっていうものがあるんであれば、それぐらい徹底した方がいいんですよ、うんうん、作品のクオリティはもしかするとドア開けてしまって音が漏れて、もう抜けてしまうとその作品は 100% で見れないかもしれないけど、今はそこの協力もしないといけないんです。それは演劇サイドもそう、はい、イベントをするサイドもそうなの。100でお送りできないけど、やらないと立ち行かない現状があるんであれば、そこの妥協はもうどっかで全員がいろんなことを妥協していかないと、国として多分成り立たないからさ、そこを国がやっていかなあかん、はい、お店も寒いかもしれない、うん、今はまだ、でも全開にしてください、あの密閉空間を作らないようにしてください、うん、換気をしてください、あの次亜塩素酸が効くかどうかは今明確には証明はされてないかもしれない、気休めでもいいですけど、はい、そういうことも やっていますとかで、入る人必ずシュッシュしないと店に入れないとか、はい、置いてあんのにしない人おるやんか、いますね、はい、しなさいよ、それを徹底、それをしないと店に入れないとか、うん、いうことを徹底した方がいいと思わない、はい、俺ばっかり喋ってたりやけど、30代の2人はどう思うの、はい、うん、そうですね、まあ今の話になってから本当に今徹底して、うん、まあアルコール消毒を見つけたらやるようにはなってはいるんですけど、うん、今まではまあ別にそこまで意識はしてなかったので、はい、それを徹底するべきだし、そうですね、うん、やっぱり徹底するようになってからやっぱり他の人も徹底するべきだなと僕はすごい思うので、だって今日もビル入るとき真横の女の子ら素通りしてたのか、外から帰ってきたの、はい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 、そうですね、もう俺は絶対、俺絶対するからさ、うんうん、そうです、で例えばあのエレベーターのボタン俺肘で押してんの、押してます、押しますよね、はい、ドアも背中で開けてるよ、うん、基本的には、そうですよね、もう俺がそれをしてんのを目の当たりにしてんのにグーン触るしグーン押すし真横でやってますよ、ね、俺がこんだけ徹底しててもお前が映ったら俺に 100% 映るんじゃない、そうですね、お前みたいに、そこはお前の気遣いで、自分自身のガードではなく、うん、お前が俺に対する気遣いがないってことやから、ね、俺重症50やぞ、俺重症化するぞ、はい、考えてみそこの優しさがないな、こいつって思ってまうもん。確かに。でも、それが今のね、やってる人もいらっしゃるかもしれないけど、今のほとんどが、うん、多分、包みの感覚やねんって。おそらく。っていうのを、国は徹底するべきやと思う。厳罰を課せとは言わないけど、
本当に店に入れないとか、何かはやっていかないと多分収束しないよ。で結局オリンピックが1年ずれるって、はい、1年ずれるだけでとんでもない損失やからね、はい、国力としても弱なっちゃうから、国として今ね。だからそれは国民として全員でそこは頑張らないといけない時期に生きてるのは事実だから、うん、それは一人一人が本当にもうゴミ拾いじゃないけど、うん、ね、全員が心がけて自分が見えたゴミは自分で拾うみたいなことをもし国として徹底したらむちゃくちゃ綺麗な国になるよ。そうですね、間違いないですか。極論で言うたらさ、はい、国の人全員が1円募金したらすごい額になるのと一緒、うん、全員がそれを徹底できればね、すごいことになるっていう、国民の力っていうのを、まあ、今回世界的なことやからパンデミックを今超えてるわけやから、はい、地球規模で大変なことになってるってことを認識しないといけない時期に来てると思う。そうです、うん、またちょっと緩み始めてるところありますよね、うん、その自粛ムード的なのは絶対あかん、うん、もう確実に今逃げれない状態になってきてるからさ、はい、すごい気つこてるで俺も。そうです、ね、人とすれ違うのもちょっと距離置いてこう基本的にビビりすぎなのかもしれないけど、多分俺なんか特に抵抗力のない人間やから、うん、それは気つけてる。だって今俺がコロナかかりました、重症化しました、一月二月寝込みました、はい、むちゃくちゃ困るやん、うん、そうですね、我々二人ではやっていけないですから。そりゃそうそれゆけポンコツ二人夢ずっと入院して宮迫さん大丈夫ですか大丈夫ですか回すしかなくなっちゃいますから。そうですよ、はい、なんでそこは本当にやるべきことやと思うし、まあ僕は現状今こう自分のチャンネルでこうやって言うことしかできないけど、うん、他人事ではない、対岸の火事ではなく、はい、今自分の目の前周りが燃えてるって考えてほしいな。いやお前にも言うてんねんで。いやいや本当にちょっと今いろいろ反省してます、まあ、本当にいやおっしゃる通り、気遣い、他人に対しての思い入れ、気遣いが全然ないってことなんだなって自分で本当に思いました。そう、自分がかかっても大丈夫やと思ってたらあかんねんで。そうですよね。マスクは人にうつさないとか、ね、人に対する気遣いからね、うん、マスクって実は。はい、ほんまに分かってる。いや今めっちゃ反省してます。ほんまか。はい、すいませんでしたいや花粉症かなんか分からんけど、まあまあの席タクシーの中でして、そうですね、運転手さんにこの窓をす開けられるとかさ申し訳ないなでマスクせえとかいろいろ言うてんのに、もういやマスク今ないですよ、ないですけど今自分でマスクは作れますからやれやええのにな。今日してきてへんかったのすごい腹立ったもん、ね、どういうつもりなんて。確かにずっと一緒にいますもんね、うん、そう。ほんで俺の横で大くしゃみしやがって、あすごい飛ぶからな、大くしゃみするの俺くしゃみ手で押さえるんですよね。そう、ほんでクッシューンってもうええわ、手で押さえてその後ね、俺自分でね、まあこれは自分で作ったジャイアンツさんのやつ、いやこれがどこまで効くか分からへんけど休めでもやりますよ。で携帯のなんかジェル持ってん、買ってましたね、前に。そう、はい、それジュってやってこうやってる横でもうクッシュ、もうこれはええわ俺の方向いてクッシュこれマジか、この辺にもしぶきベーンこいつマジか気狂ってるだよ、うん、マジで。はい、どういうつもりでやってるのかちょっと 言うてくれ。つもり、いや何にも考えてないってことでし
とっさに出ちゃうものでそこに意識が回ってないってのは多分とっさにやったらこっちにやれ。そう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 。その一瞬の判断ができてないて。なんで俺の方に。そうそう。俺それ今言われて今気づきました。あ、そんなことしてたのか。こっちの方がくしゃみしやすい。な、わからんで。あるよ。あの人はなんかこうやってしまうのわかるけど、いろんなことを考えたら絶対こうやろ。なんで俺の方にくしゃみ。そんなことしてました。してるよ。すいません。いや、本当に言われて今気づいてる感じですもん、僕。まあまあ。それ、いやいやいや、それでやるの。ね、あの、ロケで長崎行ったりとか、した時も、はいはい、まあまあ、席やなやしてたぞ、お前。巨大パフェ食ってるとこで、とかも。いや、もうパフェ丸出しやし。こいつ、思いながら。いちいち突っ込まへんかったけど。やってたよ。発揮しゅうて、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、本当すいません、友達か、すいませんよ、申し訳ないです、ごめんなさい言うな、すいません、まあでも世間の今の感覚って包みより、まあこの人は特別かもしれないけど、いそこまで考えてらっしゃらない人は多いと思います。でも国ぐるみで考えていかないと、うん、本当に後に外出禁止令が出てもおかしくない状態だっていうのを考えないと、今外出禁止令出てみ、大変やぞ。いや、そうですね、本当にぶっちゃけ、そうですね、大変なことやと思って、そうな、そんなことな、そんなことにならないためにもみんなでやらないと。でもこんなことで、あ、そんなことなるかもしれないって、うん、むちゃくちゃ買い込んでもおかしい、うん、そうですね、おかしい、ね、うん、だからもうすごい有意識状態ではあると思う、うん、すごい真面目な話やけど、国としての対応も、まあ、全然違うじゃないですか、うん、その完全に外出禁止にして、で給付金も、まあ、あのフリーランスだったら18万、うん、であの給料の正社員だったら8割を支給するみたいな国とかも今出てるんですけど、うん、でもずっと日本はもう自粛要請じゃないですか、イベントとかも、なんか自粛できればしてくださいねっていう状況だから、国は何の補填もしてくれないじゃないですか、イベントとかに対しての、うん、そういうところもやっぱり違いが出てきてるっていうのもありますよね。いや、これだから難しいとこやねんな、かといって全部やめろとは、ね、国も言えないだろうし、うん、そのイベントをしない方がいいのかもしれないけど、そのイベントが人生のすべてかかってるような人たちもいらっしゃるから、うん、そこは全部ダメっていうことではないけど、ね、徹底をするべき、うん、そうですね、徹底が、うん、せめてこういうのを置いて、はい、これをやらないと入れないですっていう、はい、でマスク着用してますか、うん、してないんであれば無理ですとか、そういうのは徹底するべき。そうですね、結局マスクしてようが横の人がしてなくて、その人がもしあの感染をしてる人で、それが喋ってて、マスクの外側についたこのマスクを触ったこの手でマスク取った後にこの人がこうしたら、うん、この人にはうつるから、そうです、っていうことを考えた方がいい、うん、っていう話ですよ。はい、ね、はい、間違ってる俺。なんか間違ったこと 言ったかな。わからん。もうしかしたら、あの、後に、なんか、叩かれるのかもしれないけど、まあ、思いとしてはそうよね。まあまあまあ、そうですね。だから、まあ、そうね。まあ、メディア関係も全部そうだけど、難しいとこやな、うん。客入れないと、テレビでもやっぱりお客さんの笑いっていうのは、すごく大事だし、うん、それで面白いと感じる感じないは大きく差ができてしまうからさ、うん、で難しいとこよね。そうですね、うん、でも今国としてやらないと、かといって例えばロケに出る出ないもそうだけど、うん、そうですね、うん、そこは俺はやりたい、はい、商店街とかそういうとこない行ってあげたい。営業してるわけですからね。そう。
でもちゃんともうこれこういうのは持った状態でいくよ。そうですね、はい、この長崎の時もあの握手するためにはこのバーッとこうやってつけてやってたけど、うん、そういうことをもう しつつさ、はい、あのやっぱりそういう商店街で俺が協力できることがあるんであれば、はい、そのそうです、ね、わざわざ人を集めてどうこうは今するべきではないとは思うけど、はい、うん、そういうとこの活性化に協力できるんであればしたいなとは思っているので、はい、あの行きます。はい、まあ、宮迫さんだけじゃなく我々スタッフも徹底して、うん、そこはそうそうそう、はい、本当そうですね。まあたまには真面目な話をするということをちょっと知ってもらいたいなっていうのがあったんで、はい、もう結構緊急的に撮ってますからね、これ。そうですね、はい、うん、最近思うことだったんですけど、はい、ごめんなさい、あのこれがずれた感覚なのかどうかはちょっと自分ではわからないですけど、うん、あの考えていきましょう。はいはい、考えていきます。ほんまオリンピックのこととかもっと喋りたかったんやけど、うん、ツッツーの話してしまったからブレたな。まあでもあの皆さん、あのそれぞれが国民ですから、日本国民ですから、国のことを一緒に考えて、やっていきましょう。というわけで今回の動画は以上です。違う、こんなんじゃなかった。こんなことじゃなかった。すいません。